皆さんこんにちは、ミルクリームです。今日はウッドバーニングをやっていきたいと思います。ミルクリームのチャンネルは筆文字アートと旅動画をお送りしております。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日使用するものです。雑巾、切り株、練習用コルク、水、発光マイペンです。今回ウッドバーニングは初めてご案内しておりますが、実はこれ初心者様向けではありません。本来はちゃんと下書きをしてから焼き付けるのですが、なんとフリーハンドでお地蔵様や文字を書いてしまっています。なので今回はウッドバーニングはこういうものなんだよということでご覧いただければありがたいです。必ず初心者様向けの動画はお送りいたしますので、しばらくお待ちください。ウッドバーニングは木を焼き付けながら絵や文字を描くもので、この発光マイペンはウッドバーニング専用の焼き付けペンになります。お家にハンダゴテとかあればそれでもいいのですが、先っぽが長すぎて描きにくいかもしれません。その点この発光マイペンは焼き付け専用ペンなので、先がそんなに長くなく絵や文字が描きやすいかなと私は思います。 Amazon や楽天で3000円から6000円くらいで売られていますので、ご興味のある方はぜひ買ってみてください。温度調節できるものもありますけれども、本格的にと思っている方はちょっとお値段高めですが、そちらでもいいと思いますが、大抵この温度調節できないものでこと足りると思います。この動画6倍速とものすごく早回しにしておりますので、どうなってるかよくわからないかもしれないですけれども、まず切り株はホームセンターの板切れのところに売っていたり、ご近所で庭木を切っていたらもらってきたりしております。置く場所は平らに、描く面は斜めに電動のこぎりで切るのですけれども、ホームセンターでやってもらう、もしくは植木屋さんに頼んで切ってもらってください。最近は DIY が流行っておりますので、電動のこぎり、お家にある方もいらっしゃるかもしれませんので、ある方はご自分で切っていただいてもいいと思います。焼き付け面は一度サンドペーパーで平らにしてください。その方が焼き付けがうまくいきます。そして焼き付けるときは、ゆっくり焼き付ければ濃く、ペンを早く動かせば薄く焼き付けられます。焼き付けた後、色付けしたい場合は、私はいつものダイソーのパステルを使っております。お地蔵さんの描き方につきましては以前動画を上げておりますので、概要欄に貼っておきますから、そちらご覧になってください。ペン先の動きが悪くなった時は、濡らした雑巾の上で一度ペン先をジュッと押し当てて温度を下げてください。ペン先はものすごく熱いですので、何かあった時のために水は近くに置いておいてください。焼き付けが薄いなぁと思ったら、何度も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 戻っていただければだんだん濃くなります。以上です。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。高評価ボタンとコメント、そしてチャンネル登録忘れないようにしてください。またお会いできる日を楽しみにしております。それではバイバイ。